敵が今くトリデに迫っている。守備隊を救援せねば。 戦う理由というもの。皮肉だな、雪村。今の私はそれがない。どこから下されない。金閣様もそのようにおっしゃったのですか。 今の私だ。本気で戦ってはくださらぬか。ならばせめて見ていてください。我ら真田の戦を、我ら豊臣の戦を全軍出撃。この戦で家康様の信頼を勝ち取るのじゃ。 このままではこの砦も危ういではないか。ねえ、足持ってるぞ。エンジェルエース、東大臣たる者が軽々しい真似を。やっちゃいましたね。こうなったらお守りするしかないですよ。 そうだ。
となっているな。 俺には、この俺に任せて、自分に戦え。マタベイ殿、ありがとうございます。お言葉に甘えさせていただきます。賢者の敗者、敵将、討ち取ったぜ。 恐れておるのか。なぜ動かぬ。援軍を出されよ。なぜ行きます。アーム強い。アーム美しく見えるんだ。己の信じる道を見出したものは。 美しい。今はまさに今、花盛んとしている。あのような美しきものが散らぬ。太平を守ることこそ我らの義だ。賢者の敗者、敵将、討ち取ったぜ。 武軍は押し返しました。この勢いで北東砦を攻め落として。敵を今福から退け。ですか。そううまくはいかないようですね。我ら上杉の将士、太平を守る鬼とならん。雪村、井の戦、その目に焼き付けよ。 全軍全戦。ついに上杉が動いたか。今こそ勝機、豊臣軍を打ち破るのだ。任せな。 制圧するには上杉軍の増援も全て倒さなければならないものですね。やってやりましょう。茶々様、私たちなら絶対できます。 さすが金川様、金継ぎ殿、気を見て動くこと風のごとし。神器禁止。 忍者隊でしばし足止めさせていただくこととしよう。さすがは雪村、我らが動くことを見越していた。中央から別の隊を送る。北東砦を狙う豊臣軍の背後を攻めるのだ。 北東砦を攻める部隊が背後を突かれてしまう。盾軍は退けた。これで残るは兼続殿と景勝様のみ。 敵は北東砦に釘付けだ。 我々はこの隙に今砦を突く。良い働きだ。頼みとするぞ。 極意掴んでみせる。もはや言葉はいらぬな。雪村。はい、我が戦しかとご覧あれ。雪村、私
守り抜いてみせろ。お前の戦う理由を、守るべき存在を。影勝様、金継殿、再びお会いできて嬉しゅうございました。 品が入っております。